です。ゆきたつさんです。新年明けましておめでとうございます。バイ。サブ、ただいまですね、2021年が来てその日の朝でございます。1時5分ぐらいですね。そうです、そうです。今年はね、いろいろあんまり人がおるところに行くのはあれやなということなので、初詣とかね、派手なことはできないんですけど、初詣ぐらい、違う、初日の出ぐらいは見たいなと思って外に来ておるわけなんですけど、寒い。これってね、あれよね、初日の出って実は私人生初めてなんでよくわかんないんですけど、今雲がね出てるじゃないですか、下の方に、水平線の上のすぐのとこに。なんかこう、初日の出って言ったら水平線とか地平線からこんにちはって出てくるんかなっていう感じだったんやけど、雲に隠れとったら意外と見えんもんやね。いや、でもあれが上がってくるんですよ、あの雲の向こうから上がってくる太陽が初日の出っていうことになるのかな。そういうことかな、人間の目に見えるあれが。なるほど、もうだいぶ明るくなってきたね。そろそろ来るかな。太陽は一緒に出るはずなの、おかしいな。どこで習ったんその知識。誰かが言いよった。嘘だと思います。そう、夜は月になって朝は太陽になる的な、まあ、間違ってはないけど共演だってあるんです。ほんで月食とか日食とかいうことは知らん。日食知ってますよ。ってことは月と太陽が重なるような瞬間だってあるということですね。ああ。